はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生教科書2章のテスト対策やっていきます。で、今回はこの2問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと厳しいと思う方は、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっといつもとね、感じ違うでしょ。で、まあ画面動きますんでちょっとお待ちください。動くよ、よいしょ。そう、こんなんなってました。ね、受験対策動画を見たことある方はね、慣れてると思うんですけど、これ場所で書いてしまうと解説の場所なくなっちゃうと思って、ね、別で書かせてもらいました。なので問題文外れてしまうんですが、スマホで見てる方はちょっと厳しいんですけど、パソコンの方とかは別タブで開いてもらったりとかして、うまく対応してみてください。一応、今回これはツイッターには載っけておきますので、まあ、それで見てもらっても構いません。じゃあ行きましょう。で、連立今回文章題なんですけど、文章問題はですね、本編の方、ちょうど中学校2年生の数学のね、本編の方でかなり取り扱ってるので、そこで取り扱ってない問題。で、2番は普通に難しい問題ですね、を取り上げます。で、まず1番は工場の話です。まあ、ざっくりは書いてあるんですけど、ちょっと読みますね、簡単に。ある工場で、先月製品 A と B ですね、合わせて1000個作りましたと。で、今月は先月と比べて A が 10% 増える。で、B が 20% 少なく作ったら、全体で95個減りましたよと。まあ、少なくなったよっていう。じゃあ先月作った製品 AB の個数をそれぞれ求めなさいという問題です。まあこれはね、よく出てくる割合の問題ですね。で、まず先月の AB のね、作った量を XY と置いちゃいましょう。先月の子ね、 XY と置きます。だからこれは基本的に先月と今月の話で式を作るんですけど、で、慣れてる方はね、パッてやっちゃっても構わないんですが、割合があんま好きじゃない方はぜひ表を作って対応してみてください。で、自分がよく書く表ですね。が、まあ、これ学校の先生とか塾の先生とかと違う場合もあるので、やりやすい方でやってください。別にこれにしなきゃいけないってわけじゃないからね。こういう風に作ってですね、X、Y、そして全体ですね。と、先月、そして今月。で、基本的には作ります。ね、XY って書いちゃダメじゃんね。今 A と B の話だから A と B ね。で、先月の AB を XY って置いてるから XY だね。で、先月は全体で1000個作ってるから1000とこうなります。で、こっからです。今月はですね、先月、つまり X に比べて 10% 増えましたと。で、10% 増えたっていうのは、割合っていうのは 100% が基準になります。100%。これがマックス、マックスというか 100% が基準になる。そっから 10% 増えているので、ここに 10% 足すのね、上に。つまり、全体で考えたら 110% になったっていう話なの。もともとここに 100% があるの、こうやって。で、そこに 10% 増えてるから、ここをやったら 110% になりますよね。つまり、先月より 110% になりました。それを表すと、パーセントは100分のをつけなきゃいけないので、100分の110、それに X をかけます。これが割合の対応の仕方。つまり、20% 少なくなるっていうのは、100を基準にして、ちょっと重なって申し訳ないけどね。こうしようか。20% 下がったところ。つまり100から20を引くので、80% の場所になります。つまり、先月、Y より、Y の 80% だから、100分の 80Y と、こう表す。で、95個減ったんだよね。全体で何個って、ここ95個じゃないからね。これも、1000個に比べて95個減ったから、1000から95を引いて、905と、こうなります。で、あとは、あとは先月、足すは今月足すはって、この2つの式、これを連立方程式解けば終了という問題です。で、このタイプはですね、基本的に上は簡単な式になります。 x+y=1000 みたいな感じでね。で、下がめんどくさいんですよ。で、まず分数が邪魔なので、約分とかするよりも、まあ、100で割かけちゃうのが一番楽です。まあ、先を見越して10でも今回構わないんですけど、一応100でいきますね。これ全体100かけると、
左辺はね、100分のの100が取れるだけなので、まあ、こうなりますね。で、忘れずに右辺も100をかける。100をかけるってのは0が2個増えるってことだから9500になります。で、このままやっても構わないです。例えば 80y を合わせたいから、上の式に80かけてって言っても構わないんですけど、できる限り式は簡単にしておきたい。だから、今回、全部最後に0がくっついてますよね。110、80、9500って0が。これ、全部10で割っちゃっていいです。0を1個ずつ取る感じ。こうやって、ピッピッピッって。そうすれば式が、11x プラス 8y イコール9050。これでもでかいですけど、でもさっきに比べたらいいよね。数はでかければなればなるほど計算ミスが出やすくなります。だからできる限り減らしていく。そしたら、じゃあ y を合わせようと。上の式に8をかけて、8x プラス 8y イコール8かけると8000ですね。で、y を消したいから引きましょう。3xy 消えて、ここが1050です。で、両辺、3で割れば、x イコール、350と、こう出てくる。で、この式はもともと x たす y イコール1000っていう簡単な式があるので、この x のとこに350を入れると。そうすると、こっち持ってくれば、y イコール1000-350っていうただの引き算になってくれるから。そうすると、y は650とすぐ出るまってなんだ。出ますね。つまり、まあ、答え書きましょう。右はね、板書めっちゃ使うんで、ちっちゃめ、控えめになるけど、A が350個。で、B が650個。囲むか。でしたと。これで終了となります。で、この割合だけだったら、いや、本編でもやりましたよねって感じがするんですね。で、やってたんですよ、実際。ちょっと違う問題ですけどね。で、実はこれ、先月、今月で基本的に自分はやっちゃいます。やっちゃうんですが、もうちょっと簡単なやり方もあります。うん、多分それでやった方もいると思う。これやってもらって、やってくれた方の中にね。で、一応それ紹介させてください。何かっていうと、先月、今月ではなくて、先月は使います。これ必ず使ってください。で、今月を使わずに、増減で使うんです。増減。だからこの表のところ、今じゃなくて、増になるの。書いてみようか。ここ今、今のところね。ここが増に変わる。まあ、増える。増減ね。増えたり減ったりってやつです。まあ、こうなってる。で、どういうことかっていうと、今、ここには100分の 110% で100分の 110x って書いたんですけど、その今月どうなったかじゃなくって、今月いくつ増えたの、いくつ減ったのっていうのを書いていくんです。つまり、10% 増えたんですよね。今月は 110% になったんですけど、増えた減ったに関しては 10% 増えただけじゃないですか。つまり、それは 10% 増えたんで、100分の 10%x にね、かけた、これをただで増えた分なの。いい？で、20% 減ったっていうのは、20% そのまま数字使って平気なんで、100分の 20y なの。ただし、減ったから、こっちはマイナスをつけなきゃいけない。ちょっと見にくくてごめんね。で、全体ではいくつ増えたの？減ったの？って、95個減ったんだよね。少なくなった。だから、95個減ったよ。マイナス95って。で、あとは、こいつ足す、まあ、マイナスになるけどね。足す、こいつ足、イコール、マイナス95って。式をやれば、まあ、これとこれで解くこともできます。同じ答え出てくるからね。ただし、この増減に関しては、自分が塾講師やってる時の印象だと、数学得意な子はね、こっちで全然いけるんですよ。でも、苦手な子はパニクります。ちょっと、こことここの表がね。だから、基本的にはこっちで統一させちゃう、自分は。統一しちゃっていいと思ってる。うん。ただし、こっちの方がやりやすいって方はこっちでやってください。ダメってわけじゃないからね。で、好みの問題なので。まあ一応書かせてもらいました。さあ、1番でね、時間使いましたけど、2番です。こっち厳しいですね、なかなか。行きましょうか。で、まあざっくり書きましたが、読ませてもらいます。まず、水槽に毎分50リットル入っていきます。水を入れるんです。1分に50リットル。2分経ったら100リットルですね。で、この水槽から2種類のポンプ、AB を使って水を汲み出すんです。入れるやつと出すやつがあるの。ね、何しとんねんって感じだけど。
で、A2 台、ここね。B1 台で水を汲み出すと、8時に200リットルもともと入ってたんです。でも、8時5分になったら300リットルになりましたと。つまり入れてる方が多かったんだよね。出すよりも。そこですぐに A3 台と B1 台を追加したと。つまり、21使ってたとこに31足してるんで、A5 台と B2 台になったんだよね。で、出したら8時15分。つまり10分間出してったら80リットルまで減りましたよと。じゃあ、AB それぞれ1台あたり毎分 X リットル、Y リットルの割合で水を汲み出すとしたら、XY の値どうなるでしょうかっていう問題です。で、これに関しては、もう、ここの5分間と、ここの10分間、それぞれで式を作っていきます。いいね。で、まず、ここ、組み出すやつ、A が X、B が Y って言ってるから、こいつ、2台使ってるから、2X プラス Y1 台なんで、これが、この5分間の組み出す力ね。あいつ。1分間で組み出す量。で、こっちは A5 台だから、5X プラス 2Y。これが10分間の組み出す力ね。出す方だよ。ポンプのね。じゃあまず5分の方から行きます。で、どう考えるか。これ多分ね、いろいろ分かれると思うんですけど、自分がやった方法です。結局、300リットルになったんだよね。で、スタート段階の時には、まず200リットル入ってるので、200リットル入ってましたよね。で、そっから、組み出していくので、組み出す方はマイナスね。だからあいつにマイナスつけます。で、マイナスをつけてもいいんですけども、最初から組み出すの分かってるんで、こうやってやっちゃっていい。両方マイナスで、こっちもそう。こうやってね、組み出す力だから。で、あいつが、これ1分間出す力。1分間。だからそれを5分間やってるんで、あれに5をかけます。つまり、足す5、かっこ、マイナス 2X、マイナス Y です。これ、組み出す方ね。だマイナスつけてるからもう OK だね。200入ってました。これ出しましたよって。で、気をつけなきゃいけないのが、こいつなんだよね。これ忘れがちです。毎分50リットル入ってるんです。ポンプで出すだけじゃなくて、入れてるのもあるので。で、5分間入れてるってことは、毎分50だからね。5も25で、250リットルは足されてるはずなの。入れる力があるから。これ、もともと入ってたやつ。これ、組み出したやつ。これ、入れたやつです。で、全部やったら、結局、300リットルになりましたよっていう、これが1個目の式。いいかな？で、これちょっとまとめちゃいましょう。2個目の式作る前にね。あ、いいか、作ってからまとめますかね。で、これ5分の方。書いておこうか。5分の方ね。じゃ10分の方行きましょう。で、10分の方はまず300スタートです。つまり、300リットル入ってました。で、これ、組み出す力。それを10分間やってるんで、今度10かけます。マイナス 5X、マイナス 2Y。組み出す力。これ1分だからね。1分これだから、それを10分やったから10かけると。で、さっきと同様で、10分間出すだけじゃなくて、入れてるやつもあるから、50リットルを10分間、つまり 50×10 で500は入ったんです。でも結論そうしたら80まで減りましたよっていう。で、この2個で式立てていきます。式を作って、まとめて、で、連立解いていくという形です。で、まあ、ちょっと楽をしようと思うんだったら、これ5を配ってってまとめても全然いいんだよ。それでいいんだけど、全体5で割ると多少楽かなと思います。まあ、それの方がミス出るかな。ちょっとやっていい？これ一塊ね、カッコついてるから。だから5で割ると、こいつ40、こいつなくなる、こいつ50、5で割るからね。これ60っていう計算ができます。つまり、マイナス 2x マイナス y。まあ、カッコ外すからね。で、ここ足すと90であっち持っていくと、マイナス30となります。で、これ全部マイナスだから、ね、あとマイナス全体にかけてプラス処理しちゃいましょう。こうなって、こうなって、こう。のが楽だね。これ消しちゃおうか。はい、1個目の式はここまで簡単になります。では、下の式いきましょう。で、これも全体を10で割ると、ちょっと楽になる。10で割ると、こいつ10で割るから消える。消える。これ消えるって30になるってことね。で、10が消えて、こいつも一桁下がる。一桁下がるっていう感じ。で、カッコなくなるから、マイナス 5X、マイナス 2Y、イコール、ここが80だから持っていくと、マイナス72。これも全部やっちゃおうか。プラスにして、符号を変えると。ね、すごい簡単だったでしょ。
で、あとはこれ解きます。で、まあ、y 合わせた方が簡単かな。上に2をかけると、2かけてこっち持ってきたら楽そうだね。これ上の式に2かけたやつね。あ、そうそう、これ。前どっかで聞かれたんですけど、連立ってこの順番で書いてあっても、計算の時逆にしても全然構わないですからね。いいんですかって言われたことがあるんですけど、まあ楽な方でいきます。これの方が、これ引き算すると 5x-4x だから、x 出てきて簡単かなっていう先読みができれば、そういうこと全然して構わないからね。で、72-60 なんで、12と。で、出ましたね。で、x12 出てきたので、まあ上の式の方が簡単かな。だから、ここに12を入れると、2×12 だから24、プラス y イコール30、つまり、y イコール6と。出ましたので、答えなんて書けばいい？あ、xy の値でいいんだね。そしたら、じゃあこの辺に、x イコール12、そして、y イコール6と。ちょっとインク薄くてごめん、最後。閉まらないね。ん、誰も青ないからもう。見えるからいっか。ごめんよ。といった感じでやってみてください。いいかな。では今回は中学校2年生教科書2章のテスト対策やらせていただきました。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では引き続きねテスト対策取っていきますので、もしよかったらそっちの方もぜひ見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。